ク・ジョンスから松岡、フェルナンド・トーレス、真ん中で高橋良樹、大崎です、大崎、酒井豪徳、スピード勝負に持っていく、酒井豪徳らしいプレーですね。酒井クロス、古橋だ。決めた、ロングカウンター、酒井から古橋、大きな追加点、神戸、なんと大量4点リード、0対4。いや、見事なカウンターアタックですね、この酒井豪徳の縦への推進力ですね、これね、キーパーとディフェンスラインの間へのスルーパス、だから走っている古橋のスピードをうまく生かしたようなプレーですよね。1点目のですね、西からそして山口に出たようなパスですけどね、それに似たようなプレーですけど、古橋よくね、足伸ばして、よく触ったと思いますね。完璧なボールですからね、点で合わせたボールですね。古橋、これで3試合連続のゴールですからね。新加入、酒井豪徳、そしてアシスト、神戸0対4、この重要な一戦、大量リードです。